ゴミぞ生死疎開拓。まっすぐ行けば、なんか八つ赤村に登場する、こっちゃ郵便局があったみたいなんですよね、この辺り。この辺りね、間違いなくこの前には郵便局があったと。ちょっと汚れてますけど、これがここまで水があったとかいうような、多分この上までね来てるんですよ。見えますかね。まあ、もちろんこれ通行止めになったんですけど、今日はマビの方に来てます。昨晩ね、ものすごい雨が降って大丈夫かなと思ったんですけど、川がすごい、川の流れがすごい速かったんで、またその2年前のね、このマビのことを思い出しましたけど、今日もね、そのマビをピックアップして、今日は行こうかなと思います。まあでも、そのいつもここに来たら同じようなネタになってしまうんで、今日はちょっと変わった感じで行ってしまおうかなということで、これからその内容というのが分かると思います。はい、最後までよろしくお願いします。川辺宿駅ここを今日はね降りて進んでいこうかなと思います。すごい暑いですね。昨日すっごい雨降ったんで、湿気がものすごく感じます。で、今日はね、ちょっと変わった感じで行こうかなと思うんですけど、このちょっとね、気になってた場所です。この金田一少年ですかね。金田一光介の小道ということで、ちょっと今日は、ここから行こうかなと思うんですけど、だね、今ここにいるんで、ちょっとね、逆方向になってしまうんですけど、せっかくなのでとりあえず清根駅まで行って、やっていこうかなと思います。まあ、ここが今だマビなんで、総社の方にね行かないといけないので、これから歩いていこうかなと思います。はい、そっから話を始めたいと思います。はい、というわけで、川辺橋付近にやってきましたね。この横は、高橋川なんですけど、昨晩の雨で、かなり、水の勢い強さをね少し感じますね。で、その先なんですけど、この亀橋の先には清根駅があるんですけど、ちょっとね体力的に、温存しないといけないということで申し訳ないんですけど、今日は、亀橋からのスタートでお許しいただきたいということで、ですね、清根駅伯備線の駅になるんですけど、で、まあ、この行き方なんですけど、岡山からだったら、山陽本線または伯備線の電車があるんですけど、山陽本線に乗ってしまった場合は倉敷で、伯備線に乗り換えということになります。はい、こんな感じです。はい、で早速ね川辺橋の方に行ってみたいなと思います。はい、というわけで、川辺橋に来たんですけど、これから、この金田一光介の、ルートをねちょっと辿って来た道、来た駅へ戻ろうかと思います。それでは始まります。というわけで、まずはじめに、川辺橋を越えたらどこに行くかというと、左手に曲がって、下れということなんで、おそらくこのお家の横かな、下れということなんで、この道をまっすぐ行けば、まっすぐというか道なりに行けば旧山陽道ということで、これがまた矢掛の方まで続いているということですね。で、あの川辺本陣とか、その昔の陣営がこの先にあったということで、先に行ってみましょうかね。
これが昔から続く道なんですかね。やっぱ山陽道ということだけあって、結構立派な白壁の建物が並んでますね。山陽道川辺宿川辺脇本陣跡ということで、ここにあったんですね。はい、まあ、この辺なんですけど、 もちろん、小田川の、ね、決壊でかなりの水が、2階まで、ね、来たエリアなんですけど、ほとんどがもう新築なんですよね。この辺全部綺麗な日ばっかりで、まだ建築中のねとこもあるんですけど、全部が、綺麗な新築になってます。この鳥居くぐっていけばいいということなんですけど、合ってんのかな、これ。この辺りなんですけど、金田一耕助と磯川警部が聞き込みをした、角のタバコ屋というのがこの辺りにあるそうです。僕もあんまり詳しくはないんですけど、知ってる方はあここかと思うかもしれないですけど、また帰ってゆっくりまた見てみようかなと思います。でこれを左というようにマップでは示されてるんですけど、すごい神社ですね。これこのね神社の横に、地図では示されてるんですけど、マップではね郵便局があったみたいなんですよね。この辺りにね、郵便ポストあるんですけど、あ川辺郵便局、間違いなくこの前には郵便局があったということなんですけど、今もうその豪雨の水の影響でないということです。岡田新道、かなり古い道ですね。1718、西日本豪雨の時は浸水がかなりあって分かると思うんですけど、ちょっと汚れてますけど、これがここまで水があったとかいうような、多分この上までね来て見えますかね、もちろんこれ通行止めになったんですけど、まだ残るんですよね、こういうとことか、砂ぼこりというか。現在地はここなので、まっすぐ行けば、なんか八つ赤村に登場する、こっちゃ農茶の老婆、この祠の名前ということで、ちょっとこれ先行ってみましょうかね。これかな、この小さな祠は江戸時代の言い伝えなんですね。これがここにいた、おばあさんから八つ赤村
そのおばあさんを持ってきたと。彦水は生死疎開宅太平洋戦争末期の東京での戦避けてここに疎開したと。金田一耕助は昭和21年4月24日この家で生まれたことになると。横溝選手疎開宅へようこそ。あ、こんにちは。資料がありますので。あ、わかりました。それじゃあちょっと、あ、それじゃあ先生が朝起きて、土間の下に。いやいや、ありがとうございます。上がってはダメなの。ああ、いいんですよ。あ、大丈夫です。いいです。あ、まあ、ここら辺も見て。こんな人も来たよ。ああ、わかる？わかります。在宅から生まれていったと思う。ここでの生活は先生にとって、とても迫力のある。ちょっと、上がりよう。坂村の、そういえば、先生が朝起きて土間の障子を開けると、誰が置いたのか。はい、というわけで、もうそろそろエンディングな感じなんですけど、この前が、マビン記念病院とか、ザクザクディオ、西名とかいろいろあるんですけども、これもね全部浸水したんですけど、復興して今も営業再開、してます。というわけで、ご視聴お疲れ様でした。というわけで今日はね、横溝正史の小道ミステリーウォーキングマッチということで、マップをね見ながらやってきたわけですけど、まあね、川上橋から始まり、そこから真備の、旧山陽道を渡り、そこから、横溝正史の疎開先の家まで来ましたね。まあその八坂村と関係してるってことはなんかすごいびっくりしたんですけど、まあこの金田一耕助のストーリーの場所となった場所も実際に、あって、なんかすごいなと改めて思いましたね。全くこの、ね、時期、ちょうど2年前本当にこの場所は、水浸し水の中だったということで、まあ、災害のねそのネタだけじゃなくてこういう形でその復興というか歴史、実際に歩いて分かることとか、こういう状態だったといういろんなねそのマッチングで今日は、満足な感じだと思います。満足です。ただ興味ある方はね、そのマビの復興支援、まあ、された方も特にね、そのここに来て改めてその2年前の状況を、イメージしながら、歩いていくのもいいかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わります。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。